はい、こんにちは。大垣で創業87年、窓を健康と防犯防災の面から考える山田からせんです。今日は一部屋断熱についてお話をします。前回ですね、2020年度の窓補助金についてお話をしました。内窓の補助金が減額になって、窓の取り替え、特にカバー工法に対してですね、それが約2割ほど補助金額が上がっていますよというお話をさせていただきました。その後ですね、 YKK さんの品川ショールームの方、体験ルームの方にお邪魔しました。そこで感じたことを今日はお話をします。 YKK さんのですね、品川ショールームはですね、撮影が禁止なんですね。ですから今回ちょっとイメージだけで考えていただきたいんですけども、僕がお邪魔したのはですね、体感ルームなんです。その時に5つの部屋があってですね、何が違うのかというと、窓断熱にリフォームした部屋のグレードに応じて部屋が分けてあるわけなんです。当然一番最初はですね、リフォーム前の部屋ですね、アルミサッシに単板のガラスが入っている、そして断熱効果があまりない部屋に対策を通されるわけなんですよね。でその後から徐々にこうグレードを上げていくんですけれども、今回のポイントはですね、断熱窓だけではなくって、その周り、例えば天井、床、壁ですね、その断熱効果により、その一部屋が非常に暖かくなってますよ。もちろん熱の出入りが一番強いところっていうのは窓です。しかしそれだけではなくって、床や壁、窓、天井ですね、それに断熱効果を与えることによって、相乗効果によって非常に暖かい部屋が出来上がるということがよく分かりました。特にですね、床ですね、例えばですね、一つの部屋に入らせていただきます。そうするとスリッパを履いてるんですけど、脱いでくださいって言われます。でその状態で床の温度を確かめるんですけれども、窓の方に向かって歩いていくに従って床が暖かくなってるんですね。これどういうことかというと、窓からですね、冷気が流れ込まないことによって、床自体がそれほどですね、冷え込んでいないということなんですよね。ですから、もちろん床断熱の種類も変わってきています。床断熱の種類、僕は以前もこれについてお話をしました。私の場合は、フェノバ J という商品を使っています。YKK さんのところでも、フェノバ J ではないんですけども、同質のものを使っていらっしゃいました。窓際の方に歩いていくと、やはり冷たさを感じないわけなんですよね。これ一点はですね、もちろん床断熱の効果によります。でももう一つは、やはり窓からのですね、冷気、いわゆるコールドドラフト現象ですね、これが減少しているということなんです。コールドドラフトというのはサッシの気密性に関係するものですね。冷気が入ってきて窓のところで冷やされた空気が下に溜まっていくということなんです。でいつも何度も申し上げるように、我々の体にはですね、足にですね、足のくるぶし部分ですね、くるぶし部分に温度センサーがついているわけなんです。いわゆる足元10センチの部分で暑い寒いを感じるわけなんですよね。ですから今回歩いた時に、まず一つはそのコールドドラフトが減少されているということ、それによってくるぶしの部分のセンサーが反応しないということですね。それからもう一つは、直接床に足をつけていることに、床から上がってくる冷気というのがシャットダウンされているということなんです。ですから僕は今回つくづく思ったのは、窓断熱をするときに一緒に床断熱もしたらどうかなというふうに思っています。もちろん使うのはですね、フェノバジーを使われた方がいいと思うんです。で今回の補助金に対しては、この天井、それから床、これに対するですね、補助金が出ます。で今回のこのフェノバジーを使った場合というのは、ランクが F ランクでかなり高いところにありますので、部分断熱の場合はですね、14枚あればいいわけなんですね。で14枚ってどれぐらいの枚数なのかというと、8畳の部屋と6畳の部屋を床リフォームをすると出てくる数なんです。ですから大体8畳の部屋と6畳の部屋というとですね、一つはですね、キッチンもしくはリビングですね、その部分と、それから寝室、これを合わせると大体14枚になります。ですからちょうどですね、窓の部分でも長時間のところですね、それが寝室であるリビングだと僕は思うんです。ですからその部分の窓断熱を回収した際に、一緒に床の部分もですね、回収しておくと、相乗効果が相まって、いわゆる一部屋断熱、ヒートショックを起こさない一部屋断熱が出来上がるんじゃないのかなというふうに僕は思いました。ですから窓の補助金ももらえるし、なおかつ床の補助金ももらえるというダブル効果プラス一部屋断熱ということで、快適で健康的な生活ですね、これができるという利点がありますので、ぜひですね、
今回窓断熱を考えになる方は床断熱も一緒に合わせて考えられてはいかがかなということを今回の僕は体験を通じて考えました。ご参照いただければ幸いです。